トリルの奈良にやってきました。本日は奈良クラブサマーフェスということで、夏ならではの音楽イベントや浴衣デーというふうにイベントが開催されています。本日浴衣を着て来場すると入場料無料、または選手とのツーショット写真が撮れたり限定のくじ引きに参加できたりするので、私も早速浴衣に着替えていきたいと思います。それでは奈良クラブのホームゲームへレッツゴー。バリバリ動きやすい感じにつけていただいたんで、思い切って練習を太鼓の後押ししていきたいと思います。それでは他にもイベント並べていきましょう。雪を悩めてた仕事のことや家族のことも今回長谷寺さんのご協力のもと、ガセミラーさんでやっている風鈴のお餅が奈良クラブバージョンでかけるということで、応援メッセージ書いていきたいと思います。なんて書こう。ということで、浴衣を着て来場した方には限定のガラポンができるので挑戦していきたいと思います。一等は選手のサイン入りの扇子が当たります。それを狙っていきたいと思います。よし、おめでとう。二等のチケットホルダーです。扇子当てたかった。次はスタグルちょっと巡っていきましょう。今日一番の一体感。2つのゴールで勝ち取った勝利、今この景色どのように見えていますか？最高です。まず後半の早い時間、いわゆるチームとして得点が欲しい時間にゴールを挙げることができました。あの時間のゴール、まず1点目振り返っていかがですか？まずトラップでいいところを置けたっていうところと、あとは思い切って、シュートを打つことができたんで、まあ、あのゴールにつながったかなと思いますし、ハーフタイムでも栗山監督とともにですね、
初めの5分、集中して入ろうと、もう一個見上げて入ろうというところが見どころかなと。そして2点目、まあ余裕のように見えますけど実は結構難しかったりします。2点目が決まった瞬間いかがでしたか？いやもうフリーすぎてちょっと緊張しましたけど、まあ、落ち着いてくることができて、まあ、あれはもうトップすごいかなという。さあ今日もですね、本当にこう多くのファンの皆さん一緒に戦ってくれました。2ゴールもみんなが喜んでいました。ファンの皆さんに最後メッセージをお願いします。まずはロートフィールドで、初めての勝利、皆さんおめでとうございます。お待たせしました。まあ、そういった中で、今日は1200人ほどというところで、まだまだ昇格に向けてというところの2000人のハードル、高い壁があります。なので皆さん今日来ていただいた皆さんが、2人3人と仲間を連れてきていただいて、共に優勝を目指してこれからも戦えればなというふうに思うので、引き続き応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。今日のヒーロー、明日早く選手でした。おめでとうございます。高評価に
チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回のコーチユナイテッド FC 戦奈良クラブサマーフェスの動画は以上となります。また次回の動画かスタジアムでお会いしましょう。